日向坂46、斉藤京子が、キョコロヒーで自身初単独主演となるドラマ、黎明の食卓の撮影秘話を振り返る。吉沢優との共演シーンでゾッとする出来事が、16日深夜放送、キョコロヒー、テレビ朝日系、でアイドルグループ、日向坂46の斉藤京子が自身の主演ドラマ撮影時に起きた珍事を告白。女芸人、キョコロヒーを戸惑わせた。主演ドラマが放送開始、10月21日から放送開始となる同局の土曜ナイトドラマ、黎明の食卓、で初単独主演を果たす斉藤。この日は同ドラマの予告映像を公開、斉藤の熱演が映し出される。これにキョコロヒーが拍手で称賛を送ると、斉藤は、恥ずかしいです、と照れ笑いを浮かべた。現場での珍事、スタッフが、なんか、現場に虫が出て大変だったみたいな話をちょっと聞いたんですけど、と尋ねると、斉藤は、信じられないぐらい、カメムシっているじゃないですか。カメムシが本当に100万匹ぐらいいて、と主張。キョコロヒーが、100万匹、1万匹じゃなくて、とあまりにも多すぎるのではと首をかしげると、斉藤は、本当にそのぐらいいて、びっくりするぐらいいて、と強調した。共演俳優も困惑、カメムシが大量発生した現場は俳優、吉沢優との共演シーンだったようで、私は虫が苦手なので結構パニックだったんですけど、吉沢さんとか虫そんなに苦手じゃないんですけど、最後に、カメムシ酔いしそうだわ、って本当におっしゃってて、と斉藤は力説。あまりにもカメムシが気になってしまい監督からも、集中して、と注意されたと笑いながら、本当にカメムシがいすぎて、カメムシのドラマになってて、やばいです、と嘆き笑い誘った。バル、カメムシの異常発生に、キョコロヒーから、カメムシドラマ、と評された、黎明の食卓。視聴者からも、カメムシのドラマとても楽しみです、と興味津々だった。またカメムシの大量発生に関して、あながち嘘でもなくて今年はカメムシ以上発生している地域があってニュースあったからね。私の家の近辺も最近カメムシたくさんいる。今年カメムシ多いのかなぁ、との声もある。